はいどうも、獣医師の青木です。今回のお題はですね、ちょうどこの前、ついこの間の夜起こったお話なんですけど、糖尿病のね、患者さんが一日一晩で2件ぐらいいらっしゃったそんな日なんですけど、まあ、なかなかね、その症状だけでは糖尿病なんて分かんないよねっていうようなことを感じたんで、お家でそのワンちゃん猫さんが見せる症状だけではやっぱ分かんないし、まあ病院行かないと分かんないよねっていうようなお話ですね。で、一人がね、猫さんだったんですけど、まあ吐いてたんですよね。まあ一見こう吐いてたりすると消化器疾患、お腹の胃腸炎とかね、まあなんか腸炎とかそういったお腹系の問題なのかなって、まあ飼い主さんとかも、思っちゃうところかなと思うんですけど、まあよくよく聞いてみるとね、なんか経過も長いし、結構痩せてるし、年もそれなりいってるしっていうところで、まあ検査してみたらね、糖尿病がありましたよと。まあ糖尿病があるかどうかはね、やっぱりさすがに動物病院の方でも検査しないと分かんないですけど、まあそういった症状でも、やっぱり糖尿病とかね、そういうなんだろう、ホルモン系のね、内科疾患が隠れてるっていうことがあるよっていうようなことと、あともう一人の子はね、ボーダーコリーさんだったんですけど、だから足腰がふらついてうまく立てない。で、うまく立てないっていうのが、まあ表にあったんですけど、よくよく聞いてみると、まあその吐いてるし、ここ数日元気食欲もないしというようなところ、まあそれもね、飼い主さん的には主訴、主な症状だったんですけど、足腰がうまく立たないというところは、かかりつけの動物病院さんで、まあそっちの治療が入ってたんですけど、まあよくよく調べてみると、そのボーダーコリーさんもね、やっぱ糖尿病なんですよね。で、糖尿病がひどくなってしまったケトアシドーシスっていうのは状況になってて、で、まあ、糖尿病性の、ね、神経障害が起こってて、うまく足腰立たない、まあ、立てはしたんですけど、まあ、ふらついちゃうような、ね、状況でした。で、まあ、そんな感じでね、やっぱ電話とかでね、うまく立てないとか、足がなんかビッコ引いてるとか、そういった症状を聞くだけだと、まあ、もしかしたら関節疾患かなとか、腰が痛いのかなとか、そういったところを予想としては立てられるんですけど、やっぱり実際見てみてね、動物触って話を聞いて、検査してみないとやっぱり分かんないんだなっていうのところをなんとなく感じました。糖尿病ってね、なんか後ろ足がうまく立たないとか、足腰がなんかふらついちゃうとかって、あんまりイメージとしてはね、一般の飼い主さんはもしかしたら、感じづらいかもしれないですけど、まあそういった症状が起こることもあるんだよと。で、まあ気づかずにね、どんどん糖尿病が進行していくと、まあ簡単に言えば体がどんどん酸性の方に傾いてしまって、結構吐くんですよね。気持ち悪くなって結構吐いちゃうんで、まあその吐くっていう症状も、まあそれだからすぐ胃腸炎かとかね、なんかお腹の問題なのかというと、そういうわけじゃないこともあるんで、まあお家でそういった症状が出た場合ね、決めつけたりせずにね、油断せずに、かかりつけの動物病院なり、あるいは夜間だったら夜間救急なりに相談した方がいいかなというふうに感じた夜でした。まあ、かといってね、その日20回以上吐きまくってるっていう猫さんが LINE されて、その子は腸閉塞だったんですよ。その子はなんか、まあ、2回目だったんですけどね、まあ、自宅のスリッパかなんかかじってたみたいな感じで、もしかしたらそのスリッパの底の部分かなっていうようなものが腸に詰まってて、だから幸いなことに、腸を切ることなくね、内視鏡で、胃の中に、ね、まあお腹は結局開けたんですけど、内視鏡で取ることはできたんですけどね、まあそういったこともあって、まあ同じ吐くでもそういった腸閉塞、手術が必要なものだったり、あるいは、内科疾患、糖尿病とかね、手術とかではなく、ただでも内科の緊急なんで、救急なんでね、しっかり点滴したり投薬したりっていうのは症状、必要だったり、そういったような病気があるんで、同じ症状でもやっぱ分かんないよっていうな、そんなお話ですね。何のお話か分かんないですけどね。はい、そんなこんなで、まあ夜間で感じたことはそんなところですかね。糖尿病なんかやたら最近多いなって感じますけど、別に何だろう、季節性とかはないと思いますけどね。なかなかやっぱ気づきづらい病気でもあるんでね、しっかり検査し受けた方がいいかなと思いますけどね。はい、で、まあ個人的なお話としてはですね、楽天イーグルスがね、コロナウイルス感染者が増えちゃって、なんかちょっと試合できなくなっちゃったりとかね、大変だと思いながら、ただもっと大変なのは阪神タイガースですかね。今んとこ開幕8連敗9連敗したのかな、わかんないですけど、今4月の4日ですけど、まだ1回も勝ってないですね、開幕からね。これはちょっと
楽天イーグルスよりも緊急事態なのかなってなんとなく思いますけどね、うん、はい、そんなこんなで、あ、で、先週じゃない、この前の土日かな、譲渡会やりましたけど、まあ、あんまりうまくいかなかったんでね、今度はちょっと飛び出してね、どっかの動物病院とコラボレーションしてちょっとやろうかなってなんとなくちょっと作戦を練っておりますんで、まあ、また何か決まったらね、YouTube でもお話しようかなというふうに思います。はい、そんなこんなでワンちゃん猫さんのね、主に医療に関する情報を発信するチャンネルですので、もしよければですね、次回以降の動画もチェックしてもらえればなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。